さあ、いよいよ選手を乗せた、こちらね、バスの方のね、スタート地点、出雲大社、聖だまりに到着と。このつい前ね、監督さんを乗せたね、バスがもう到着してたりして、ちょっとね、その時カメラ回してなかったので撮れてないんですけれどもね、監督の乗ったバスの方は、さあ、いよいよね、スタートが目前に迫っていると。まあ、と言ってもまだね、これ20分前、30分ぐらい前なんですよ。まあ、の選手たちもね、アップとかがあるんで、さあ、続々と、選手たちが、聖だまり、まあ、正門でないですけれどもね、鳥居をね、くぐってね、アップゾーンに向かっていると、いうことですね。おっと、札幌学院大学、ローレンス・グレッ、登場と。いいですね、グレ選手、1区を走ると、まあ、ちょっとね、走りにも期待したいんですけどもね。いや、本当人多いですね。おっと、皇學館大学、女子マネを連れて、川瀬翔也選手も、ゾーン入りと。いや、仲いいですね、ちょっとなんか、嫉妬してしまうぐらいな感じなんですけれども。まあまあまあ。いや、おっと、IB リーグ選抜、ジョーダン・マン選手、まあ、昨年に続きね、2回目のこちら、出雲寺1区を走ると、いうことで、いや、本当人多いんですけれども、ジョーダン・マン。さあ見てください、このね、本当人だかり、黒山の人だかりですよ。本当まだこれ30分前かななんですけどもね、これだけの人がもうスタートをね、今か今かとこう待ち構えていると、まあ、中にはね、今日何かやってんのかと、思ってるね、こっちに来てる方もね、何人かいたと思うんですけれども、出雲駅伝です、ね、出雲駅伝やってますんで、さあ楽しそうにね、現地リポートしてますね。多分人が多いとね、多分言ってると思うんですけれども、ね、これだけ人が来てますと、いうことでね、あと台風の方もね、全然、関係なくてもう過ぎ去ってしまった後だったんで、逆にね、ちょっとあの暑さの方が、来てたところがちょっと心配だなと。まあ、昨年のね、ようにね、ちょっと脱水症状でね、倒れる選手が出ないかどうかっていうのがね、ちょっと心配になってはきたんですけれども、そのあたりはしっかりとね、チームの方でケアしていただければなと思いますけれども、いやー、楽しそうですね。もう本当に、いや、現地からで、おさあ、柏原瑠士選手、今回解説をされたということでね、そして、原監督も、ね、放送前にバイキングで、坂上忍さんとね、ちょっと対応を交わすという、余裕だなと。まあ、オールスター感謝祭もね、出てましたんでね、解説とかでね、本当にいやすごいですね。まあ、もうここまで来たらこの余裕といいますか、もう管理能力ですよね、まあ、ほっといても選手走りますからというところなんでしょうか。さあ、ますますそうなんですよね。まだあと10分15分あると思うんですけれども、この人これですよ、出雲大社ね。いや、この人だかりはね、なかなか見ることができないと。さあ、そしていよいよ選手たちが入場というか登場ですよね。さあ、日本文理大学を先頭に、城西大学、これは荻窪選手ね、荻窪選手も調子いいですからね、城西大学頑張ってほしいなと。そしてジョーダン・マン、そしてその次、中央学院大学、川原選手もタイムを上げてきてますからね、この1区楽しみだなと。そして法政大学は法政の巨人、バンドを入れた、バンとね、言ってますけれども、さあ、西川選手も行きました。さあ、早稲田、半沢レイト、頑張れ。いや、もうすいません、人が多すぎてね、もう皆さんこう手を挙げてスマホで撮られてるんで、全然撮れない、どこ撮ったなっていう感じなんですけれども、いや、それくらいね、本当に大人気ですよ、このスタート前はね。どこ撮ってんだって感じでね、選手ずせと。あ、右端にジョーダン・マン選手映ってますけれども、さあ、一区を走るのはこれ東洋、相澤選手ちらっと見ましたね、相澤選手がちらっと見えました。さあ、ここからね、スタート、どのようなね、40キロにわたるね、レース、どのようなね、大会が、戦いが、繰り広げられるのか、もうスタート前にますますね、スマホのカメラが、選手たちをね、こう狙っているというところなんですけれども、いや、本当ね、大緊張の中のこの盛り上がり、この中で走る選手っていうのはね、どうなんですかね、もう緊張が勝ってるのか、もうワクワク感が勝ってるのか、本当わからないですけれども、
さあ川瀬翔矢選手も、しっかりとね、工学館大学初の五つ文字頑張っていただきたいなと、思ってます。いいのかな、灯籠登ってますけどね、灯籠の上からも撮ってますけどもね、まあ、役員の方なのかな、ちょっとわからないですけどもね、これだけ、そして後ろにはね、こうスーツというか清掃をしたね、ご年配の方々、役員の方だと思いますけどもね、実行委員の方々並んで、スタートを見守ってる感じですけれども、さあいよいよスタート、スタートです、スタートになりました。もう走りましたね、うわーっとね、もう待つのは1時間も2時間も前からね、待つんですけれども、はい、これ後ろね、ロブのアングルなんですけれども、本当にね、スタート一瞬です、はい、多分言ってます、一瞬一瞬って言ってますね、はい、これからね、選手たちを、見守りながらね、レースをね、これ観戦したいなと、思ってたところですね、まあ、この後僕はあのパブリックビューイングをね、見に、ね、あの出雲ドームにそのまま向かったんですけれども、さあ選手たちの皆さん、頑張っていただきたいなと思います。